12号線との分岐点ポーランド国鉄4号線は、マゾフシェ県のクロジスク・マゾビエツキ駅とシロンスク県のザビエルツェ駅を結ぶポーランド国鉄の鉄道路線である。全長は 224km であり、全線が複線電化されている。中央幹線とも呼ばれ、1977年12月23日にヨーロッパ初の高速鉄道新線として開業した。 時速時速 250km での運転も可能な設計であり、総延長は 224km である。当初は貨物輸送目的で建設されたが、現在ではカトビチェやクラクフからワルシャワへ向かう長距離旅客列車が中心であり、実質的に1号線及び64号線と一体で運行されている。2014年12月14日には、 アルストム製の ED250 型が導入され、オルシャモビツェ・ザビエルツェ間では、ポーランド最速となる時速 200km での運行が開始された。ポーランド南部で産出される石炭を北部の港湾地帯に輸送するための路線として1971年に着工され、1977年に開業した。当初の計画では、ザビエルツを起点としてとチェフもしくは、 グダニスクを終点にする計画であった。しかしながら、1970年代半ばに、ポーランドを襲った、経済危機により資金調達が困難になったことから、計画が縮小され、ワルシャワ近郊のグロジスクマゾビエツキが終点となった。沿線は急線に相当する1号線が並行しており、4号線は事実上1号線の高速新線である。 ポーランド南部とワルシャワを直接結ぶ路線が最初に計画されたのは1920年代のことである。結局ワルシャワウィーン鉄道の輸送力を補うための平行路線の計画は頓挫したが、代わりにポーランド運搬鉄道が建設された。社会主義体制下の1950年代後半には平行路線の計画が復活するが、この時点では1号線の電化が行われるに止まった。 これに伴い輸送力は約25%増加したが決して十分とは言えなかった。1970年代には鉄道当局が1号線の複々線化を計画するがすぐに破棄され新線建設計画が再復活した。新線は複線時速 250km 対応で優等列車と貨物列車の両方が使用する前提で設計された。また、 道路との平面交差を避けるために高架橋が多用された。開業から7年間は列車の大半が貨物列車であり旅客列車はわずかであった。1980年時点では1日あたり貨物列車73便に対して旅客列車は4便であった。しかしながら1984年6月1日にはワルシャワグリビチェ間でゴルニク号、 ワルシャワクラクフ間でクラクス号の運行が開始され最高速度は時速 140km となった。さらに2年後には時速 160km にスピードアップされた。体制転換後の1994年5月11日には設備の改修の上でイタリア製のペンドリーノが試験走行で時速 250.1km を測定したが、 今日に至るまで営業運転での時速 250km 走行は行われていない。2009年以前のポーランド国鉄はスピードアップに対応した車両が存在せず、また高速運行に必要な車内信号が不十分であった。2008年6月にポーランド国鉄は時速 200km 運転に対応したシーメンス製のユーロスプリンター重量を受注し、 最初に輸送されたポーランドに車両は2009年5月28日の試験走行で時速2 3 5トルを測定した。重量の電気機関車のポーランドへの輸送は2010年6月に完了した。高速運行に対応した車両であるにもかかわらず、従来の時速1 6 0トル未満で運行する列車に割り当てられた。 2009年8月29日にはタレスに EU 圏内における高速運行に必要な列車制御システムレベル1の ETOX を受注した。CM 系向けの ETOX は2013年11月21日に承認された。2011年5月30日には時速 250km 運転に対応したアルストム製のペンドリーの板610型20両を 受注した。最初のペンドリーノは2013年8月12日にポーランドに到着した。その後、ペンドリーノ ED250 型の試験走行が行われ、試験初日の11月16日には時速 242km に達し、最終日の11月24日には試験走行で時速 293km を測定した。 2014年12月14日には、ペンドリーノにより、クラックフ及び、カトビツからワルシャワを経てグダニスク及び、グディニアへ向かうエクスプレスインターシティプレミアムの運行が開始された。ポーランドでは、初の時速時速200キロメートルによる営業運行である。さらに、1日2本のペンドリーノは、ワルシャワからチェンストホバ及び、オポーレを経由して、ブローツワフへ向かう。 ありがとうございます。